2個に分けてアイロンしていきます。パーマみたいになっていきます。崩していきます。こんにちは、レディアルの金子です。今日はこの絹状アイロンを使ってメンズのヘアセットをやっていきます。よろしくお願いします。2個に分けてアイロンしていきます。こういうピンで留めるとやりやすいです。おお。パーマっぽくなります。髪の毛多い人はこう3つに分けてやっていきます。僕は3つに分けました。内外ってリバースでランダムにやるとこういうふうにパーマみたいになっていきます。逆側やります。リバース、リバース。緩い感じが可愛いです。で最後にこの顔周りは外羽にしていきます。ジェルワックスをつけていきます。全体に盤面なくつけたら崩していきます。少しパーマっぽくなりましたね。完成です。